はい、どうも皆さん、こんにちは。ゼッコです。それでは今回なんですけども、メルカリショップスで50%還元、実際の購入方法やお得な始め方も解説ということで、今回はフリマアプリのメルカリについてですね。この動画ではフリマアプリのメルカリで新しいサービスが開始しまして、それのですね、かなりお得なキャンペーンについてお伝えします。実際にですね、僕もお買い物しまして、今月いっぱいであれば誰でも取り組むことができますので、ぜひ参考にしていただければな、と思います。それでは、行きましょう まあ今回ですね、メルカリから新たに始まったサービスがこちらのメルカリショップスっていうものなんですけども、メルカリにあなたのお店を作りませんかということで、まあご自身のお店をメルカリ内でまあ持つことができるっていうような新サービスということでございます。まあ後ほどですね、画面遷移とかも含めて僕のメルカリの画面から見ていただければと思うんですが、今回はそのメルカリショップスプレオープン記念ということで、今ならショップスでのお買い物が実質半額っていうキャンペーンが開催中でございます。 今こちらにもちょっと出てるように、ポイントがですね、5000ポイントまで付与されるということでございますんで、なんと1万円分お買い物をしたら5000円分戻ってくるっていうね、かなりお得なキャンペーンが始まっております。で、実際にですね、今回のこのキャンペーンの詳細を見ていきましょう。まずキャンペーンなんですけども、8月2日から始まっておりまして、8月30日までの今月いっぱいのキャンペーンでございます。 でこのキャンペーンはメルカリショップスで作り手から直接商品を購入して受け取ったら評価をすると。そうすることで今回の50%分のポイントが戻ってくるというようなキャンペーンでございます。 まあ、よくある質問の中にですね、今回のメルカリショップスについてのいろいろ Q&A が記載されてるんですけども、例えばここですね、メルカリショップスはこれまでのメルカリとは別のサービスですかっていうふうに出てるんですが、アンサーとして、メルカリショップスでは作り手がご自身で作られた商品やお店の商品などが購入できる点がこれまでのメルカリと異なりますが、同じメルカリアプリ内でご利用いただけますと。なお、メルカリショップスは現在アプリのみで提供しており、パソコンやスマートフォンのブラウザではご利用いただけませんということでございます。 後ほどですね僕の画面もお見せするんですけども基本的にはメルカリのアプリ内で利用できてパソコンとか、まあ、スマホのブラウザでは利用できないとで今回の,この半額キャンペーンの詳細なんですけども 今お伝えしたようにメルカリショップスでお買い物をした後に購入した商品の評価を完了しているというところが条件となります。これ9月10日までということでございますね。で、メルカリ使ったことである方ならわかると思うんですけども、受け取った後の良かったの場合はコメントに残念だった場合のコメントは必須ということで、ここはね、ちょっとご自身によっては購入された商品によって評価変わってくるかと思いますんで、 ちょっとここは気をつけないといけないかなというふうに思います。で、もろもろの注意点もあるんですけども、今回はメルカリのそのポイントを使った購入も対象ですということでございますんで、もしね、ポイント持ってる方はいいタイミングで消化できるのかなと思います。今回のこのキャンペーンの付与されるポイントについては、2021年の9月30日までに付与予定と。なので約1ヶ月後ぐらいですね。 で、これ、メルカリのキャンペーンあるあるなんですけども、ポイントの有効期限は、付与日を含めて45日ということでございますんで、付与されたらなるべく早くですね、もう使うことをお勧めします。なので、今お伝えした内容をまとめると、フリマアプリのメルカリからですね、まあ、ショップのタブっていうところがあったりとか、メルカリショップスっていうところがあるんですけども、そこで商品を選択すると。そこから商品を購入して、商品が届いたら必ず評価をしていただきます。で、そこから50%還元されるということなんですけども、9月30日までにポイントが付与されます。 で、付与されたポイントはですね、僕がよくね、動画で紹介をしているメルペイであったりとか、モバイルスイカ、iPhone の方であれば、モバイルスイカにポイントをね、チャージすることができますんで、Apple Pay を使って、個人的には僕はモバイルスイカに入れるっていうのが一番結構推奨しております。それではですね、実際にどういった画面から購入するのかというところを見ていただきたいと思うんですが、これ実際に僕のメルカリの、まあ、アプリを開いた状態なんですが、もう開いた時点でね、今現在のこのショップの画面が出てるんですけども、この画面下に下がっていただくと、カテゴリーというコンテゴリー 項目が出てきます、まあ、どんな種類な、どんな商品があるのかっていうのをざっくり見る方法としたらこういったところでも見るところができるんですけども例えばこのハンドメイドのところですねタップしていただくとこういったハンドメイドの商品がずらりと出てきます、まあ、他にもですねアパレルのところをカテゴリー選択していただくとアパレル商品がずらりと出てきたりとかあとはコスメ美容商品であったりとかあと食べ物飲み物ですねこういったジャンルも出てきます個人的には結構これがおすすめかなというふうに思いますね他にもインテリア住まい小 ものでああったりとかあとかその他の他ジャンルでままいいいろんな商品が出てくるととうことでございますでですね、今回僕自身購入する商品が事前に決まっておりまして、まあそれを検索してみたいと思うんですけども、何をお探しですかというところにですね、ここにタップしていただくと検索をかけることができます。で、僕はですね、今回ニンニクが欲しかったので、青森県産のですね、ニンニクを検索にかけまして、で、検索をかけるとずらりと出てきます。で、今回ですね、重要となってくるのは先ほどもお伝えしたように、このタブの部分がですね、重要 となってきます今は現在はこのおすすめ順で商品がずらりと出てはいるんですけどもわかりやすいんですねここのタブをショップに変えていただきますそうすることによって今回はメルカリショップスの商品が、まあ、フィルターがかけられた状態でずらりと出てきますあとはねご自身が好きなように販売中の商品を表示したりとか絞り込みをしていただいて結構ですそしたらずらりとですねご自身が見たい商品が一覧で出てくるようになります で、この中で僕がですね、今回一つ商品を選択して、まあどれを選択したかはですね、ちょっとあえて伏せさせていただくんですけども、とりあえずニンニク選んでます。で、商品を選んでですね、ここにメルカリショップスの商品であれば、ここにメルカリショップスと左上に出てきてますので、これであれば、今回はその対象の商品ということでございます。なので、しっかりと検索をかけたりとかした場合、その商品がこのメルカリショップスの商品であるかどうかを確認していただいた上で、その後にこういった種類を選んだりとか、その後に購入するっていう順番で、 チェックをした上で購入まで進んでください。で、うまくね、進むと購入手続きに入ります。まあ、ここに商品名が出てたりとか、ポイント利用したりとか、メルペーザンダを使用するかっていう風にね、ご自身が選びたいものを選んでいただいた上で、下の購入の確認というところを進んでいただくと、あと購入の確認画面が出てきます。で、ここで間違いなければですね、そのまま購入するをタップしていただいて、これでまずは購入が完了したということでございます。あとはですね、商品の発送を待っていただいて、あとは商品が届き次第評価をする。 そうすることによって50%還元を受けることができるという流れでございます。 それでは今お伝えしたキャンペーンのおさらいなんですけども、今回のこの特典として、メルカリショップスで50%還元を受けることができます。条件としたら、メルカリショップスで商品を購入して、その後に受け取り評価を必ずしていただきます。期間はすでに始まっておりまして、8月30日までのキャンペーンでございます。上限は5000ポイントまでなので、1万円分使うことで上限に到達します。付与時期なんですけども、2021年の9月30日まで付与されます。で、付与されたポイントに対しての有効期限は45日ということでございますので、まあ まなるべく早くね使うのもいいですしもしくはまあメルペイとかモバイルスイカとかでまあチャージをしてまあアップルペイとかしか確かできなかった気がするんですけどもそういった方法でねなるべく早く消化することをお勧めしますで僕のチャンネルを見ていただいている方であればもうすでにねメルペイとかメルカリを始めている方いらっしゃるかと思うんですけどもまた始めてない方いらっしゃいましたら今現在ですねこちら招待した人もされた人も必ず1000ポイントがもらえるキャンペーンというのが開催中でございますでさらにですね5人以上招待して たた方は抽抽選選でで100名様に5万ポインンントが当たるっていうののキャンペーンもありますので、まあ、このタイミングで始めてみるのも結構ありかなと思いまして、このキャンペーン自体はですね、エントリーをして、新規登録をした場合、500ポイントがもらえるんですけども、さらに1週間後に残りの500ポイントがもらえるっていうキャンペーンでございます。 エントリー自体はですね、これスマホからできるんですけども、参加するっていうボタンがあります。まあ僕はね、でに参加するをタップしているので、参加済みに変わってるんですけども、もしね、始められる方はこのタイミングで始めてみてもいいのかなというふうに思います。ぜひですね、その際僕の招待コードこちら、n a s d q x っていう僕の招待コードにはなるんですけども、こちらを使っていただければすごく嬉しいです。まあそんなこんなで今回はメルカリショップスプレイオープン記念ということで、実質半額のキャンペーンについて簡単ではありましたけども、お伝えさせていただきました。まあ今回 このメルカリショップスの商品をいろいろ拝見させていただいたんですけども、例えばお米であったりとか、お野菜の盛り合わせであったりとか、フルーツの盛り合わせとか、なかなかね、普段じゃ見られない商品とかもずらりと出てましたんで、そこが結構面白いなっていうふうにも思いました。で、実際にまだ始まったサービスなので、商品が若干ちょっと少ないところではあるんですけども、もしね、こういったこの商品が結構狙い目だなとか、この商品おすすめですよっていうものがあればですね、ぜひコメント欄で教えていただければ嬉しいです。で、今回お伝えさせていただいた キャンペーンのリンク、そしてあと僕の招待行動に関しては概要欄に貼っておきますので、こちらも気になる方いらっしゃればチェックしていただければなと思います。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。